カ原智美は、日本の歌手、タレント、ミュージカル女優、ユーチューバー。本名は、下川原智美。愛称は、ともおちゃん。代表曲は、ミリオンセラーを記録した、アイアイムプラウド、アイビ e ーブ、ヘイトテル、エーライなど多数。女優、深田京子、歌手、浜崎あゆみなど後のアーティストにも影響を与えた。東京都江東区生まれ、千葉県浦安市育ち。 身長 156cm。体重 42kg。スリーサイズは B86W58H84。愛称は友ちゃん。血液型は O 型。好物は牛丼。兄二人と弟の四人兄弟に囲まれた一人娘として生まれる。千葉県の昭和学院小学校を卒業後、私立昭院中学校、高等学校を卒業。 3歳頃に、あれに乗りたい、の一言で始めた趣味の乗馬は、高校3年生の時に出場した1992年、山形紅花国体で4位入賞という好成績を収め、その後20年以上のブランクがあったが、2016年の馬術の日本国内大会、ジャパンオープンで優勝している。実家は、千葉県内で、鉄鋼関連会社や老人福祉施設などを、 経営しており、母親や兄弟も全員経営者という裕福な家庭に生まれ育つ。将棋の級も取得しており、NHK 衛星第2テレビの大逆転将棋では司会も務めた。2012年5月、普通自動車免許を取得。デビューしてから公表してきた血液型 A 型が、実は O 型であったことを2014年6月に明らかにした。 中山美穂や工藤静香に憧れ、高校1年の時に全日本国民的美少女コンテストに応募。本選の事前親子面接にて母親が娘の芸能界入りには反対と発言したために本選には出場できなかった。それから自宅に他の事務所からのスカウトの電話が入ってくるようになり、芸能界入りを強く意識するようになる。1992年高校3年の時、 乗馬に打ち込む一方で渋谷の吉野屋で当時の事務所アバンギャルドにスカウトされ芸能界入り高校卒業後は美容師を目指し三夜美容専門学校に入るも芸能界入りを決意し退学した1993年からサンマのんでもダービーでレギュラーアシスタントを務めテレビ初出演を果たす雑誌キャンキャンビビー等でモデルを務める同年秋には MBS ラジオ、茶屋町学園のオーディションを受けるが惜しくも落選。しかし、このオーディションがきっかけで、雑誌、マブの関東グラビアを飾る。当時の芸名は、同事務所の三浦さないにちなんだ、三浦彩香を、主としていた。1994年4月、東峰アリサの芸名を、使用開始し、持田香里らが在籍していた黒豚オールスターズの、第四期生に選抜されるも、 すぐに脱退。深夜番組等でアイドルとして活動。当時は毎日のようにオーディションを受けていたという。また、カラオケ映像にも出演していた。バラエティ、トンネルズの皆さんのおかげですのコント、近未来警察072の女性隊員役のオーディションでは、松島七子と共に最終選考の2名まで残ったが、惜しくも身長の低さが理由で落選した。当時、 トンネルズの石橋孝明は面白い子がいると、プロデューサーの秋元康氏に話していたという逸話がある。その直後、アイドルとして、バラエティ番組、天使の UBUG にレギュラー出演していた際、視聴していた小室哲也に見染められ、番組プロデューサーを介して小室が当時青山で、経営していた店、TJM に呼ばれたことがきっかけでほどなく、小室との交際が始まる。かはは、 当時20歳で女優志望だったが、出会って間もない頃にカラオケで TRF を歌い、その歌声を聴いた小室は感動し、類戦を刺激する歌声と称し、歌手デビューが決定。また、デビュー直前に二人の関係をすっぱ抜いた写真週刊誌フライデーの記者に対し、小室はアーティストに手をつけたのではなく、プライベートの恋人に曲を書いてデビューさせただけです。と語っている。 小室から見た第一印象は僕が誰だかなんて全く関係なくて口の利き方、態度も悪く最初はよく喧嘩しました。そこが逆に新鮮で彼女の視点では僕は年相応のおじさん、初めて自分のプライベートをネタにしようと思えたと語っている。1995年4月には小室が手掛ける TV 番組 t k ミュージッククランプのエンディングで TM ネットワークの ゲットワイルドを歌っている。また、4月から始まったばかりのバラエティ番組、今田工事の渋谷系裏リンゴをすぐに降板し、小室の主導で事務所を移籍した。1995年6月、事務所を移籍し、小室のイニシャルと同じ TK で、なおかつ本名に近い河原智美に改名。由来は、小室の僕と君は心のユニットという意向であり、プロデュースのイメージは、 演山町のクラブ前のコンビニでしゃがんでいる女性を表現しようとした。なお、当初の自身のローマ字表記は、コホルデであった。8月には小室が音楽を担当したイメージビデオ、パラドックスを発売し、フジテレビビジュアルクイーン・オブ・ザ・イヤー95に選出。9月、21歳の時に、パイオニア LDC 内の小室が立ち上げた新霊ベル、オーラムックレコーズの第一弾アーティストとして、 シングル、Keep y o u フ s e l f Alive で歌手デビュー。メディア出演は、ほとんどなかったもののオリコンシングルチャート最高8位を記録し、いきなり37万枚のヒットとなる。続く、翌10月発売の2枚目のシングル、I Believe が、驚異的なロングセラーを記録し、オリコン最高4位を記録。同曲で、年末の新人賞を総なめにした。1996年、 3月に3枚目のシングル、I Am Proud を発売。同3月25日付で、前作、I Believe がミリオンセラーを達成し、デビューから半年足らずの新人としては、異例の快挙となった。I Am Proud も続いて、ミリオンセラーを記録、同曲で年間、シングルチャート女性ソロアーティスト最高位の8位、年間カラオケリクエスト首位を獲得するなど、一躍、 トップアーティストの仲間入りを果たす。6月には、ファーストアルバム、ラブブレイスを発売し、初のオリコン主位を獲得とともに、ファーストアルバムの歴代最高初動売り上げを記録。同作は257万枚の売り上げを記録した。同月、新高縄プリンスホテルで、カ原智美ヒット記念パーティーを開催。小室やドスラが、お祝いに駆けつけ、業界。 報道関係者1000人が出席した。10月には5枚目のシングル、Save Your Dream を発売し、シングルでも初の主要獲得。大晦日には、第47回 NHK 紅白歌合戦に初、出場し、コムロのピアノ演奏で、i イ m p ム・プラ z を歌唱した。1997年1月、コムルファミリーが集結して発売した TK コネット、You Are the One に参加。4月には、 金棒化粧品、ブロンズラブのイメージキャラクターに初起用され、タイアップソング、ヘイトテル、エーライを発売。3週連続首位を獲得し、自身シングル3作目のミリオンセラーを記録した。6月からは、フジテレビ、TK ミュージッククランプ3代目のパーソナリティを担当。7月には、ラブイズオールミュージック、9月には、小室との共作詞による、楽しく楽しく優しくね。 12月には2枚目のアルバム、ストーリーテリングを発売と、この年発売した CD はいずれも、首位を獲得した。同月、香港で開催された TK グルーブミュージアムに出演し、グローブ・ディパーチャーズのカバーを披露。第48回 NHK 紅白歌合戦では、第2部トップバッターで登場し、小室がギターで飛び入り参加して、ヘイトテル・ a ラ i を歌唱した。 1998年2月、自身出演の JT、桃の天然水の CM オンエアがスタートし、CM 内のカハラのセリフヒューヒューが、当時流行語になるなど、大きな話題に。6月にはレコード会社を、ワーナーミュージックジャパンに移籍し、桃の天然水のタイアップがついた11枚目のシングル、タンブラン・ィーチェを発売。7月には、フジテレビ月9ドラマ、ボーイハントで、 主人公の女子大生の同級生役としてドラマ初出演。同月、同クールの別のドラマ、ランデブー主題歌に起用された、ヒアウィーアレを発売。11月には3枚目のアルバム、ナインキューブスを発売したが、12月に小室と破局を迎える。破局後、3年連続出場となった第49回 NHK 紅白歌合戦では、小室プロデュース最後のシングル曲。 デイリーニュースを歌唱した。当時、雑誌、ジュノンで、なりたい顔一位にも選ばれるなど、同性を中心に、絶大な支持をされた。アムロナミエの、アムラーに対して、カハラのファッションや言動を真似する女子は、カハラーともギャルと呼ばれ、平成のシンデレラなどとも呼称された。また、当時カハラが大好きと公言していたハローキティが、サンリオ社長もその効果を認めるほど女子高生を、 中心に再流行し、テレビで公言した、吉野や牛丼における、専門通の食べ方、つゆだくが一般認知になり、CM で、ヒューヒューのフレーズが強調された、桃の天然水が、わずか1年間で1600万ケースを売り上げる、大ヒット商品となるなど、様々なブーム引付役のリーダーにもなった。当時の香原智美はエーベックスに所属する他の、コムルファミリーとは異なり、 バイオニア LDC 内に小室が立ち上げた独自レーベルオーラムックに所属し、戦略的にじっくり時間をかけて小室プロデュースが行われた。また、当時は小室哲也と講師含めたパートナーであったため、カハラと小室のエピソードが小室自身が率いるグローブ作品の歌詞の題材となったり、カハラがアムロナミエのデモテープを歌うこともあった。なお、 小室哲也プロデュースによる、河原ともみは、元アイドルがアーティストとして華麗に転身して、大成功を収めた先駆け的存在でもあった。当時、この成功例を間近で見た、エ b ベックスの松浦正人は、アイドル的外見を持つアーティストが、ファッションリーダーなどとしても売れると察知し、小室河原の成功手法、ノウハウを取り入れながら、エ b ベックスにおける脱小室戦略として、 元アイドルのエブリーリトルシングや浜崎あゆみをその後デビューさせた経緯がある。1999年1月30日、自宅で料理中にガス中毒で倒れ緊急入院。この時、初めて年明けから休養していたことと小室との破局、気候が報じられる。翌1月31日には退院するも、一時は意識不明の渋滞であったことなどから、テレビや、 週刊誌等で連日報道されるようになるが、当時の小室の事務所はノーコメントを突き通す。翌2月、休養中に初のベストアルバム、コホルでコンピレーションが発売され、首位を獲得するも3月末で桃の天然水 CM を降板。5月、芸能事務所をプロダクションを起に移籍し、新聞社向け限定の復帰会見を行うが、わずか1週間後に、 自宅マンションのロビーで貧血で倒れ再入院。翌6月17日、静岡県御殿場市の乗馬クラブ、アルカデアで不完全なまま2度目の復帰会見を行った。半年ぶりとなる、公の場への登場だったが、小室との破局による精神的ダメージは大きく、当時24歳ながら、薬物依存による別人のような姿は、連日のようにマスコミで報じられ、 世間に衝撃を与えた。同年7月には、初のファンクラブプリティアイを発足し、復帰シングル、アズ・エイパーソンを発売、オリコン6位、約30万枚のヒットを記録。全国4都市で PR イベントを開催し、ミュージックステーションを皮切りに8ヶ月ぶりにテレビ復帰した。11月には、全曲自身作詞で、松浦正人プロデュースによるアルバム、 ワンファインデーを発売し、オリコン初登場7位を記録。初のファンイベントも開催した。しかし、心身ともに不完全な状態であることから翌2000年早々に、再び100%の自分を取り戻すために、無期限休養に入り、カナダへ留学する。同2000年1月、カナダにて休養中に、初のフォトエッセイ集、未来を信じて、2月には、ビリーブインフューチャー。 真夜中のシンデレラを発売。7月、カナダで心身ともに回復していることが報告され、前年発売のワンファインデーから、ブルースカイがドラマ主題歌に起用されることから、シングルカット化された。同時期のカナダから一時帰国中に日本テレビ、シンヌ、電波少年から、アメリカ合衆国デビュー企画のオファーを受け出演。翌8月から、シンヌ、電波少年、 カハラ美の電波少年的全米デビューへの道のオンエアがスタート。結果として7ヶ月間とベし、洗車場でのアルバイト、自炊生活、クラブでのステージ、ボイスレッスンなど経験を積む。翌2001年1月、セリーヌ・デオンやダイアナ・キングなどを手掛けるアンディ・マーベルプロデュースのオーディションに合格し、全米デビューへの切符をつかむ。アンディのコンピレーションアルバムに、 カハラ歌唱のネバーセイネバーが収録されたが CD は未発売。翌2月約8ヶ月ぶりに日本へ帰国し渋谷アックスで外線ライブを開催した。外線帰国後の2001年4月に復帰シングルネバーセイネバーを発売しオリコン初登場10位を記録。7月にはホトエッセイ集第2弾クアリラクアリ未来を信じてパート2を発売し、 初の握手会を開催した。8月には、インシンクなどを手掛けるヴィンセント・ディジョルジオプロデュースによる、プレシャスを発売し、デビュー7年目にして、初の単独ツアーとなった、ともみこホルデファーストライブツアー2001待っててくれて、ありがとうを開催した。10月からは、レギュラーラジオ番組の文化放送、か原らともみの LIPSPARTY21.jp がスタート。 11月には5枚目のアルバムラブはゲ a g を発売し DJ とも名義で発売記念 DJ イベントを開催。12月には雑誌プチセブンで連載されていた自身脚本の漫画ショービズを発売し2度目の握手会を実施した。この年から本格的にバラエティ番組へも出演し始める。2002年 NHK 総合テレビの公開収録番組 日本愉快家族でコロッケと司会を担当し、4月に番組がスタート。同月、自身出演のポッカ缶コーヒー CM ソング、諦めましょうを発売。7月にはワーナー遺跡後の曲を収録したベストアルバムナチュラルブリーズ、コホルデベスト1998から2002を発売し、翌8月からホールツアー。 ともみこホルデコンセールツアー2002ナチュラルブリーズを開催。4年ぶり4度目の帰り咲き出場を果たした第53回 NHK 紅白歌合戦ではゾーンがバックバンドで参加し諦めましょうを歌唱した。2003年クレヨンしんちゃん原作者の薄い芸人とハ原がお互いファンであることからテレビアニメクレヨンしんちゃんのオープニングテーマを担当することになり2月に プレジャーを発売。4月には NHK 教育テレビのドラマ愛の詩、パッパトールドミー大切な君へで、約5年ぶりにドラマ復帰し、日本愉快家族と並行して収録を行う多忙な日々を送る。同4月、クレヨンしんちゃん嵐を呼ぶ栄光の焼肉ロードで自身モチーフのアイドル歌手、ともちゃん役で声優に初挑戦し、試写会に出席。10月には、 日本愉快家族で共演するコロッケからのラブコールで誕生したともおちゃんコロッケとしてデュエットシングルありがとねを発売12月には地震初のディナーショーを開催し2年連続5度目の出場となった第54回 NHK 紅白歌合戦ではカハラともみみずコロッケとしてありがとねを歌唱した2004年3月からドラマ出演が続き 9月には、時代劇、ミトコーモンの第33部最終回2時間スペシャルに、さやか、めぐみとスケット出演。凄腕の娘剣士役で盾に初挑戦し、得意の馬術も披露した。本業では2月に、クアラルンプールで開催された J ・アセアンポップスに出演し、I b ビ l i e を歌唱。5月からは3度目のコンサートツアーを開催。同年8月にはレコード会社を、 ユニバーサルシュグマの A&M レコードレーベルに移籍し、自身のローマ字表記をコホルデからカハラに変え、30歳の誕生日を迎えた。翌9月、K-POP バラード、君さえいれば、を日本語詞でカバーした、あなたがいればを発売、オリコン16週連続ロングチャートインを記録した。11月には、フジテレビ、僕らの音楽に出演し、原曲者である間。 キョンミンとのデュエットが実現。同曲で第46回日本レコード大賞金賞を受賞、8年ぶりにレコード大賞のステージにカムバックを果たした。デビュー10周年を迎えた2005年5月に過去の失恋を歌った涙の続きを発売し、6月20周年記念となる6枚目のアルバムネイキッドを発売。ジャケットでタイトル通りの背中を大胆に見せた。 セミヌードを披露した。同6月から10周年記念コンサートツアー、テンスアニバーサリーセレブレーションカハラトモミコンセール2005を開催。8月には赤毛のアン主人公アン役でミュージカルデビュー。9月からはフジテレビ振動本兄弟に深田京子らとレギュラー出演。12月には初の写真集クリスタライズを発売し、セミヌードを披露した。 同じく2005年、パチンコ機、CR、カハラともみと、みなしごハッチでキャラクターものとして、パチンコ機化。2006年2月、桃の天然水の発売10周年を記念した、復刻版のイメージキャラクターに8年ぶりに再起用され、新旧対比 CM のオンエアがスタート。同月、イメージソングを収録した初の両英面シングル、花、キープオンランニングを発売。 春には、桜井昭主演のミュージカル、ビューティフルゲームに出演。7月には、中島みゆきの書き下ろしによる新曲、あのさよならに、さよならを、を発売。以前から憧れていた、中島作品を歌いたいとのカハラの熱望に、中島も快諾して、楽曲提供が実現した。8月には2年連続でミュージカル、赤毛の案に主演。12月には、 松藤由美の楽曲のみで構成された異例のユーミンソングミュージカルガールフレンズに主演。公演中に急性期間支援と急性生態炎を併発し一部を救援する事態となるも復帰し映像化された DVD では復帰した回の模様が収録された。またこの年だけで3本の舞台に出演しミュージカル女優としての活動を本格化させていた。 しかし、同時に、この頃から、交際相手の DV 被害に遭い、再び薬物依存に陥る。年末の期間支援の影響から2007年年明けから4月いっぱいまで、自宅療養し、2000年以来となる3度目の休養に、入る。5月に仕事再開し、翌6月から、本格復帰していたが、6月29日に所属事務所の、プロダクションをが6月28日付で、 専属契約の解除を発表。事務所側は、突然の仕事キャンセル等が続き、予想以上に、心身ともに、健康の回復状況が思わしくなく、これ以上芸能活動を支えることは、不可能と判断。公式ファイクラブプリティアイも6月29日付で、解散し、事務所の移行を受け所属レコード会社の、ユニバーサルミュージックとの契約も28日付で、終了した。 3ヶ月後の同年9月20日にはファン向けに自身のブログを開設し、その中で仕事キャンセルについて謝罪の文を掲載。理由について自身の健康管理が悪く、精神的にもダウンしたこと、さらに尾骨を骨折していたことも告白し、今は完全に感知し健康であることを綴っていた。しかし、マスコミで報道された直後の9月29日に、 わずか9日間でブログは突然閉鎖された。翌2008年7月10日、東京ミッドタウンで開かれたパーティーに出席。年内には復帰したいと語ったものの、それから約半年後の2009年1月17日、JR 錦市町駅でタクシーに行き先が告げられず、急性薬物中毒で倒れ病院に緊急搬送されてしまう。医師から処方された。 精神は安定剤を多く所持しており、大量服用による薬物中毒と報道されていた。翌2010年8月29日にも、新宿、歌舞伎町でタクシー乗車中に意識朦朧となり、救急車で病院に搬送されたと報道された。日常生活も破綻し、見かねた家族の判断で閉鎖病棟に入院していた時期もあった。退院後は、 父親の住むフィリピンに渡り NPO を運営する父親の勧めでボランティア活動に従事。現地の孤児院で子供の世話などをした。2011年自身の誕生日である8月17日に兄のブログで現在の姿と前年から海外で自分磨きをしていることを報告した。同年10月30日付のブログで再びメッセージを掲載し年内に帰国して 復帰に向けて準備することを報告した。帰国後は、兄が経営する介護施設を手伝いながら、カラオケボックスで録音した、自身の歌の CD を旧所属事務所宛に送るなどして、復帰に向けて動いた。翌2012年7月11日付のブログにも、ともみは、復帰に向けて様々なことを楽しんでいます。もうすぐこのブログも卒業だね、等の記事が掲載されていた。 そして9月頃から、旧所属事務所との長い交渉の結果、同年12月1日付で、プロダクションをぎとの再契約及び、復帰後初ステージが、フジテレビ系、FNS 歌謡祭への出演となることが発表された。2012年12月5日、2012、FNS 歌謡祭に生出演し、i i m p l a u ドを歌唱。実質6年ぶりに安定した歌声を披露。 この出演時の動画が一時的にインターネット上にアップロードされるとすぐに100万回以上再生されるなど s n s を中心に非常に大きな話題を呼ぶ。同年12月24日にはライブイベントミュージックフォーオール、オールフォーワンに出演し約6年ぶりにライブステージにも復帰した。2013年2月にユニバーサルミュージックと再契約し 4月にレ、レミゼラブルの劇中曲、夢破れての日本語カバーで7年ぶりとなったシングル、夢破れて、アイドリームド、エイドリームマイナスを発売。6月には、セルフカバーベストアルバム、ドリーム、セルフカバーベストマイナスを発売し、6年ぶりにオフィシャルファンクラブ、ドリームを開設した。11月には7年ぶりの単独ライブとなった、ドリーム。 ともみかはらコンサート2013を開催し、ドリームのロングセールスを記念して、完全生産限定のプレミアムエディション版を発売。また、同月、12年ぶりのラジオレギュラー番組となった、FM 東京、かはらともみの寝てる場合じゃないの、がスタートした。12月には、2013FNS 歌謡祭に出演し、元プロデューサーの小室哲也と15年半ぶりに、 共演を果たし、I am proud, I believe を歌唱した。2014年3月に、グローブのリパーチャーズなど、本人選曲による初のカバーアルバム、Memories カハラカバーズマイナスを発売。オリコン初登場1位となり、13年ぶりのトップ10、帰り咲きを記録した。8月には40歳を迎え、10月にはカバーアルバム第2弾、Memories に、 カハラオールタイムカバーズマイナスを発売。収録曲が映画、クエオンなイ夢のイメージソングとなり、自身8年ぶりのタイアップとなった。このメモリーズにもオリコン初登場9位となり、自身14年10ヶ月ぶりの2作連続トップ10入りを記録した。メモリーズ2作を引っ提げて、9月から9年ぶりとなる全国ツアー、ともみカハラコンサートツアー2014メモリーズを、 開催。12月には、第56回日本レコード大賞で、企画賞を受賞し、Departures を歌唱した。2015年、日本テレビの情報番組、ポン、の月曜レギュラーコメンテーターに起用され、3月30日の回より出演。5月には、小室哲也が16年半ぶりに、楽曲提供した、始まりの歌が聞こえる。6月には、 自身初のオールタイムベストアルバム、オールタイムシングルスベストと、オールタイムセレクションベストをそれぞれ発売し、7月からは20周年、記念の全国ツアー、ともみカハラ 20th Anniversary ツアーカハラ S ヒストリー1995万2015を開催した。8月には20周年を記念した、著書、カハラともみを生きるを発売。 20周年のデビュー記念日である9月8日には、ビルボードライブにてひとよ限りの、デビュー20周年記念ライブアットビルボードライブ、東京を開催した。10月からは、MX テレビの新音楽、番組、音ボケポップスで、MC レギュラーを担当。12月2日には好評だった、カバーアルバム第3弾となる、メモリーズ3、カハラバック21995体を発売。 2016年5月には21年目第1弾シングルとして映画、後年期的な彼女の日本語版主題歌、君がそばでをリリースし、3年連続となる全国ツアー、ともみか原コンサートツアー2016体くんがそばでを開催。同年11月、体調不良で仕事をキャンセル。同月5日、病院での検査で急性ストレス反応と診断されたことを公表。 月末まで活動休止することを発表した。三十日に退院。十二月五日のポンで活動再開した。二千十七年一月十四日、TBS のテレビ番組、炎の体育会 TV において、二千十六年十月に開催された馬術の日本国内大会、ジャパンオープンでカハラが優勝し、二千十七年三月二十三日から開催される。 国際馬術大会員掛川の出場権を獲得したことが明らかとなった。2月にはキャリーズ3号の子クラシック号を自費で購入。3月26日出場した国際馬術掛川2017の障害飛び越しトップスコア競技では目標としていた表彰台を逃したが9月の全日本障害馬術大会への出場を目指すことを明らかにした。 その一方、4年連続となる、全国ツアー、ともみコホルデコンサートツアー2017、ケリーズサンクラシックを開催。同年より、カハラ表記をコホルデ表記に戻した。同年9月25日の放送をもって、ポン、レギュラーを卒業し、音ボケポップスの MC レギュラーも終了し、以降表だった活動が少なくなる。2018年7月17日、 自身の SNS と会員制のブログを閉鎖することを発表。しかし、同月31日には、8月25日と26日に、ファンサイト、ドリームの会員限定イベント緊急開催が発表され事務所と芸能活動方針をめぐって意見が食い違って、活動の停滞を発表。また、8月10日には、翌11日の北総サマーナイトホース小出場が、 発表された。同年12月11日、ホテル椿山総東京グランドホール椿で、河原智美クリスマスディナーショー2018が開催される。2019年5月4日、妊娠6ヶ月で、相手は外資系企業勤務の一般男性であることをファンクラブサイトで公表した。8月30日、45歳で、第一子男児の出産を報告。 12月19日、5年連続となる、カハラトモミクリスマスディナーショー2019が開催され、出産後初の歌声を披露した。2020年2月9日、ガールズオーディションプロジェクト、デュオプレゼンツ TCG オーディション2020の公開ドラフト会議に出席。出産後、表舞台に初めて登場した。同年9月14日、本人の申し入れで、 所属事務所プロダクションを義および所属レコード、会社ユニバーサルミュージックとの契約を8月31日をもって解除したことが発表され、事実上のフリーランスとなる。2021年1月より、所属事務所を株式会社で元に移籍。同年8月17日、所属事務所社長兼専属マネージャーの大野智博との結婚を発表。 オリジナルアルバムベストアルバムカバーアルバムデジタルライブアルバムテレビドラマテレビアニメありがとうございます。